千葉市中央区に開設された県介護業務効率アップセンターは県内の介護サービス事業者を対象に業務の効率化のほか職員の負担を減らす介護ロボットや ICT の導入をサポートします県によりますと介護業界では介護を担当する職員が直接的な介護業務ではない掃除や洗濯なども担っていて その業務負担が大きい傾向にあるということです見守り支援を担う介護ロボットの導入などで全体的な業務量が減らせると見込まれ県の担当者はセンターを活用し現場の課題解決につなげてほしいと話していますなおセンターの開所時間は平日の午前9時から午後5時までとなっています